本年3月に新たな観光立国推進基本計画で閣議決定した数値目標の実施を確かなものとし、観光需要を効果的、持続的に根付かせるため、観光の視野を広げ、ビジネスや教育研究、文化芸術、スポーツといった広い分野でインバウンド拡大の取り組みを進化させていきます。コロナ禍によって一旦世界中の交流が止まり、ビジネスや学術の分野における国際交流の回復が遅れています。このため、日本を舞台とした国際交流を回復、そして拡大させることを目指して、ビジネス分野において国際会議の開催件数を2030年までに世界5位以内とすること、また国際展示会日本一の外国人参加者数を2025年までにコロナ前より2割増加させること、教育研究分野では海外からの研究者の受け入れ数について2025年までにコロナ前より2割増加させること、文化芸術分野では国際的なアートフェアの誘致等により2025年までにグローバル7に食い込むこと、これらの新たな目標の達成に向けて取り組んでいくこととします。今回のアクションプランを実行していくことで、日本におけるビジネス交流の拡大や国際頭脳循環の確立、さらに我が国の文化芸術やスポーツの国際産業化を図り、国際的な人的交流の促進を通じた新時代のインバウンド拡大を目指します。このため各大臣がそれぞれの立場から力を尽くすとともにフォローアップを行い、進捗の点検と取り組みの一層の充実強化を進め、目標達成に向け、政府一体、官民一体となって取り組んでください。